お疲れチャンスラットです。今日はですね、ミラー発生の動画をやっていきたいと思います。ということで、こちらね、引き続きやっていくんですけど、ウッドがね、なんと完走します。あざますということで、フル完ですね。いよいよ。もう負けられません。ということで、やっていきますか。で、ちょっとここ最近マジ、ゴルナイ、この黄色い親父が、ガチ強すぎて、マジでこのユーの中をゴルナイにしたいんですよ。でも、ユーのゴルナイにできるだけで、なんだろうな、もう攻めも強くなるし、守りも硬くなって、ガチ最強になるんですよね。そう、ゴルナイいるだけで、ちょっと世界変わるんで、ゴルナイ、完走させるかガチで悩んでます。けど、マジでパスの、めっちゃ一心プリンセスやん。未来読めとるやん、こいつ。パスの、指南書とかも受け取ってるし、マジでガチャ。ガチャって言うと違うな。宝箱か。引くしかもう、手に入れる方法がないんで、いやーさすがにそんな課金無理やーと思いながら、言うので、ね、ちょっとはね、もう今日我慢で、もう言うので頑張るしかねえっていうのをちょっとね、思ってはいるものの、なんかフォーチュン宝箱のセールでゴルナイが今来てるんですよ。いやーセールに出すなよと思いながら、ちょっとね、運営からの誘惑が来てるんで、ちょっとワンチャンこの後、数回だけね、引いて出たら、狙うのはね、ありかなと思ってます。チャンピオンやっぱ欲しいね。結局チャンピオン強いかんね。さあ、もうこれは後ろに下がってもらって、近畿道しながら言うのが、突進を向こうか。あ、めっちゃいい。そして今回の相手は、ジャイピーピー。いや、マジで、ジャイプリー、きついんすよ。本当にきついんすよ。何がきついって、もう説明する必要もないぐらい全てがきついんですよね。よし。あ、待って、やばい、これ。危ねえ。今、ウッド空振ったか思った。さすがに、ウッド空振りカツンは、あれ、やばいっすよね。プリンスのカツンって、なんぼだダメージ。バケモンぐらいあるっすからね。1000か。突進700だったかな。そんな少なくない?もっとある。なんか結構高いイメージがあるっすね。さあ、一旦プリンセス出していこうか。で、ここは一発入るのか。レベル16だったら入らない。さあ、鬼の延命。姫を守るぞ。姫は守るんだ。さあ、で、もう一回姫ゲーですね。まじ、姫出して、なんとか頑張るしかないので、僕は。おー、一旦捨ててくんだな、これ。いや、行っちゃう?いや、待って、このディガー言うのめっちゃ下手くそだな、多分。いや、意外と?いやー、延命できないか。あ、でも、プリン2体残ってるのは熱い。どっちかしか飛ばない。そっちにね、使ったら、こっちがね、うんやん。耐えてる。さあ、残り2000は、ウッド20回っすね。ウッド20回。ウッド20回っすね。結構ガチ。だって、攻めれないですもん。まあ、D がカツカツはワンチャン。おー、相手もなんか、ちまちま戦おうとしてんね。怖すぎー!今のやばいね。いや、エレキがな、あ、そっちに使う。よし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 。あ、相手このプリンめっちゃうざそうだな。ね、プリンの処理方法がね、きつそうなんだね。よしよし。さあ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 。ええで、ええで。あ、痛いな、今の。延命しながら。いや、ここのプリプリ咲いてるサイクルは結構熱いの。ディガーが入る。まあ、ディガー削りがやっぱまあ、メインなので、こう、狙えそうだったらディガーで削っていこうか。相手がなんか甘えてね、ディガー削りで来ようとしたら、俺の本物のディガー削りをちょっと見せていかなきゃ。ディガディガ。いやー、まあ、一旦落ち着きのプリン。いや、それ落ち着きすぎじゃね?君。ユニット使わす。いや、マジ暇すぎるな。プリン。プリン。やべえ、これ2体行かれんのもったいないね。いや、いい。さあ、ちょっと怖い。ちょっとだけね。まあでもさすがにこれは、プリンも何でも全てが溜まってる。すべてが溜まってる。いやー、オッケー、熱い。
端前プリンまでいっちゃう。やりすぎぐらいがちょうどいい。しかもリセットされない。いやもう一回プリン。結局プリンセスゲーかこのゲーム。さあトルネードで下げて上げて最後にリガ2倍タイムする前に終わっちまいますね。いいやんいいやん。いやジャイプリ今まできつかったんですけど、まあ、単純にウッドとかが乾燥してなかった説もちょっとある。いやけど全然多分きついんでね。プリンディガーで行かれてコウモリザップリ行く。魔法熱い。いやガチで熱い。え待って待ってガチで熱いわこれマジで。今フォーチュンにこれ来てるんですよ。ゴルナイが、そうゴルナイ来てて、ゴルナイワンチャン13レベルでもねマルチ多分使った方がいいぐらい強いんですよね。でこのメガライトニング宝箱もあるので、ちょっとメガライトニングもガチで開けたい。ちょっと一旦魔法開けるわ。魔法開けてゴルナイ当てます。じゃメガライトニングはちょっと次回開けようかな。うーんゴミ箱すぎる。なんでなんも出んかったよ。いやーエメ2400しかねえかんな。ちょっとガチででもゴルナイ欲しいんで引きます。本当にいやーお願いお願い。いや、これスーパーレアか。え本気で言ってる。えフォーチュンってこんなんだったっけ。ええ待って。なんか10回ぐらい引けば、絶対1個あれが、1回渡るのか、ゴルナイが。うわぁ、渋いなぁ。ラスト1回やん、これ。さすがに、課金はする予定ないので。おヒースピリウォールブレイカー、どっちだ。うわぁつい、ゴルデン確定やん、これだって。これでゴルデン社の方も詐欺箱やで、これ。オーケー。ゴールデン引き落とし。熱い熱い熱い。さあ、もうこれで12レベルくらいかな。さあ、12レベルなので、いやー、遠いね。あと30枚いります。あと30枚、ゴルデンの集め方わかんねえな。無理かな。言うので頑張る。ゴルデンで楽すんなってことか、これは。適当にウッドしていけばなんか当たりそうじゃね。初手ウッド裂いた後でもう仕方なしのファイブ飛んでいたな。美味しすぎる。そうファイブウッドだよ。あーいやーこれは上に行ってほしい。いやーいい子やん。いやーこれマジやっちゃう。あー普通にトルネウッドん?5ウッドウォールブレイカーですね。ここだから、どうなんだろうな。ウッドか?そうですね。で、このプリンは、いや、でもこれプリンで結構削っていかなきゃいけないですね。気づきました。この足前プリンは、いいプリン。え?何これ?え?インドラ出てきた。ウォールブレイカーじゃないな。やりこのインドって珍しくね。まあ、メガライトかつ、あの、5だもんな。なんだ。どうせザップ来るしようかな。こんにちは。来んのかい、来いやそこは。いやバルーンか、いやバルーンかホグ、ファイブでしょ。いやバルーンかホグっぽいけどな。どうなのファイブウッド。いやわかんな、なんだろう。まあでも僕はもう今の間端前プリンで削るしかないので。さあ、すげえ。ああ、やっぱ、バルーンくんでした。これ、ザップくんの?ザップ来ないのにバルーン飛ばした。それはいいのか、君。さあ、美味しい。いや、これガチで今の美味しいな。いや、相性はね、なんか良さそうな香りがしてるっすね。さあ、で、これ、陸行きかディガーとかしかないんじゃないこれ。延命したかったね。やべえ!ただの芝取りにしてる。マジでやばい。さあ、で。いや、まあ、これは、耐えたい。よしよしよし。よしよしよし。いや、メガナイトバルーンか。美味しいな。マジで、普通にさ、バルーンっていうのがこのデッキからしたらガチで美味しいんですよね。おー、天才、天才、天才おるやん、お前。やりゴブに飛びながらの、そこでステイって。あー、そういう感じね。そういう感じか。いやー、これちょっとね、めんどいっすね、僕からしたら。なんか、守り方がいっぱいあるんですけど、守るパターンが。
どのパターンでいくのがいいんだろう。いやーでも、あーめっちゃいいなそれ。まあ俺がトルネ2枚なかったらやばかったっすね。ね、ガチ2枚あってよかった。いやー救いだなこれ。でここはもうね削っていこう。メガナイト展開されて後ろからやっぱやられると結構きついので、こんな感じでちょっとメガナイト使わせてディガー削っていこうか。いやコウモリお前強いじゃん。コウモリとスキが一緒にザップで行かれたくないので位置を変えて、でディガーのこのヤリゴブリンが、あー攻め取るね。ワンチャンやってもよかったけどね。サウッドで削りプリン、コウモリはバールに取っとくと。ええやんええやん。最後これおしゃれに決めますか。いつものいきます、レッツゴー。ディ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 。でも適当に取りにしてね。吸引力は偉大です。オーケー。さあ前でもね、恥ずかしい恥ずかしい、笑うしかないです。ジジです。いや宝箱ね、銀鷹でもまあワンチャンゴルナイ出るんで普通に嬉しい。いやいいね。いやちょっとここ最近気持ちまだ余裕がありますね。うん、さあよろしく。インドラ、インドラも多いな。まあトルネもスキャもこう、あトルネ、ゴリラすぎん攻め方。ザップ？君ザップないの？君ザップなかったら結構やばくない？これはもうね、キング起動してもらいの適当に耐えます。ザップ、おい、オッケー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 。まあここは痛いダメージを受けちゃいましたが悪くはないと。でここはもうね天才的無視です。守れないですね。今のちょうどなかったんで、プリンセス出して変に守るよりはもう無視して、まあ21プランに切り替えるのが正しいかなと。なんならここも無視でいいな。で今回なんか嫌なのがヤーメなんですよね。ラバルってまあ矢の雨ザップの方もあるんですけど、あれそれか君。基本的にはファイボザップとか矢の雨だけだからなんですよね。なんか今回矢の雨ザッパーだと思うんで、それがちょっとめんどくさいというか嫌なとこですかね。スケドラもいて、でもここの高めコウモリはサイクル的に結構熱い気がする。よいしょ。でさユーノで攻めながら、で暇なので回す。いや矢の雨の範囲ひれえかんな。まあまあ、いやーいい。2周目のコウモリとかも熱いね。で、僕はこれ、折れないのが一番嫌なので、右を攻めながら左も攻めます。で、ババアって言うとあれですけど、ババアが入ってますね。まあ、ババアか。やばい。口悪いやん。ってなる。おりゃー！いや、めっちゃ強い。あー、さらに？ユウの連盟していく？僕の負け筋はあの140を落とさないことです。落とし忘れは嫌よの、さすがに落としに行ってこい、ホリー。オッケー。からの、ここで、ラバ展開が来る読みのゴリラ攻めをして、あ、諦めないか。いやー、いい受けってくんな。さあ、からに、ここでケツラバが来るので、もう一回行っちゃう。リガが。いや、無限に攻めていって。ここさあ、邪魔させないコウモリ。いいんちゃうの言うて。どうしようこれ。ちょっとどうしよう、200。まあ、一旦ここで、検証。あなたは守れますかの。あ、無理でしたね。はい、終わりです。いい、熱いよこれ。だって、ヤナーメンザップラバルだよ。スケドラ無理だし、もう、すべてがきついのよ。すべてがきつい。このババー、お前なら絶対先輩。はい、まあ、いいや。ラバルを通して6700到達。めっちゃ順調だな。ゴルナイだけ完成。え、てか10位ついてるわ。熱っ。6000円か。まあ、6000円でもそこそこいいね。僕だってまあラットが7000円やで。10位一周ぐらい取るもん。抜けるな。
いやちょっと飛ばしていくか。200位入りたいな、200位このデッキでね。目標はまあ200位でいこうか。さあ相手はタルババですね。まあタルババは基本トルネードもセットになってるので、ディガーの位置気をつけないとね、裏にやったりしてるとキング起動されちゃいますね。でまあこの U のキング起動は、まあ、ワンチャン、いやまあしてくるか。まあされてもいいかな、ダメージ入るんで。33まで削ってるところにダメージ入るのは結構でかいと思うんですけど、さあ今回ゴレじゃなくスケラですね。ソウルコールは知ってこないと。いやースケラの場合はベビドラをキング起動であったり、まあなんかキング起動とかをやんなきゃ勝てないですね。普通にしんどい相手ですね。もうスケラポイズン打って一生守られるだけでマジで終わるので、ああいうのロケットしたいですね。あとないですけど、よいしょ。さあ、あ待って、これ言うのでターゲット取れてない。さあまあなんとか耐えるものの痛い、いやガチ痛い、痛いんですけど、このダメージは許容で、許容、痛すぎー。はしまいプリンか、アイビーズくる。さあさあ、いやマジで積極的に攻めていこうか。よいしょ、まあワンチャン裏でもよかったかなこれ。いやでもスケギンが、いや間に合わない、熱、いや強いって、君強いって。いやーマジ、ベビドラの対処方法が、なんかで竹取って、まあ基本言うので竹取って無理やり、みたいな、しかないんでね。無理やり戦法でいこう。いやーベビドラ左に咲いてくれるのは結構熱いっすね。僕も右だけ警戒なんで。で、ポイズンも使ったんで、こう右にもプリン出せる。よしよし。いやーで、ここで攻めてきたところで、被せて俺も攻めます。あれ？ちょっと待って、スケキンがめっちゃ強い。重たい、スケキン。痩せろ。いや、でもダメージ悪くないね。いや、これ一回落ち着いていいな。端前来たら U のコウムリっすね。てか、まあ来るでしょ、絶対。いや、来ないんだね、君。冷静だ。あー、めっちゃいいね、それ。でも、これ、相手に、取りね、あー、しっかり使うね。いいボーイやな、ここに来て。で、プリンセスは真ん中ではなく、隅っこにしないと、やられちゃうっすね。うん。やめて！おーい！スケキン！いや、まあ、ナイトでもバルキーでもきついんですけどね。いや、これは、序盤の、ダメージ受けすぎですね。ちゃっちゃベビドルをトルネプリンでキング起動ですね。トルネードで真ん中に寄せて、タワーのこの前にプリンとかエイズ出すとキング起動できるんで、それをちゃっちゃするべきでしたね。リベンジ来たな。遅延スケラであれ。いや、熱い。あ、これだったらもうトルネでキング起動すればいいだけか。さあ、ということで、まあ、さすがにこれはね、遅延スケラでしょ。ゴリラキング起動。いやー、さすがにね。よしよしよし。いやー、もうこうなればね、勝ちよ。こうなれば。いや、もうちゃっちゃね、これをするべきなんですよね、スケラ相手には。じゃなきゃもう、打たれるだけもう、泣きですから、逆にこうしてしまえば、本当に、どうやれば負けるんっていう話になるので、まあ、ベビドラぶっ刺すとかか。まあ、僕の攻めを一生守ってくるスタイルとか。まあ、相手の立ち回り次第では、くらいかな。さあ、こういうね、ヤクザで攻めてくるんですけど、これ、ポイズンじゃない。棒ポイしなきゃいけない相手。終わりですよ、これ。だって、アイウィズもベビも裂いて、トルネードも使って。
このコウモリが止まらんでやんす。キングがオレンジ色に輝いてやがるぜ。さあ、グッドゲームですね。まあ、キング起動からの神ディガーコウモリで諦めましたね。スナイズーン。いや、これですね。だからさっきのジェンスケラもこうするべきなんですよね。いや、これ気持ちいいな、これ。俺の価値格で相手がもうホレイし続けるっていう。これ見る？みんな。見届けさせてあげるわ、これで。30秒ぐらいちょっと気持ちよくなるタイムですね。この、あ、守ってくんな、守ってくんな、どうせもう終わりなんだから。終わらします。すごいな。頑張ってんな。僕もこんなことしたくないんですけどね、ちょっと。守ってきてんのは君なんだから。おぉ！やばい。そんな、マジで俺本当に、遅延行為はね、しないんで。ぴょん！あーい！ええー、じゃないの。さあ、磨いとくだけね。お疲れ。いやー、6-7で、もう一回行こう。ここ勝ちたいな。まあ、6-7、6-8、あさって、しあさってぐらいには、7000いけるかな？行きたいね。さあ、よろしく。さっきみたいな相手だとね、おもろいね、なんか。なんか、勝ってる方がさ、なんていうの、たまにツイッターとかでも、もう、あ、めっちゃ煽ってきましてとか、よくあるんですけど、ね、何々さんに遅延行為されましたとかさ、まあ、あるっすけど、負けてる側があれ煽り続けるって、覚悟がすごいというかさ、その、状況が状況だったんで、僕が遅延行為をできる状況だったじゃないですか。だから、もっとひどい、なんていうんだ、本気で5分間ぐらい煽り、ね、一生煽られる、悲しいことをされる可能性があるのに、やるっていう、すごいっすよ。ね、ボコボコにホレイされ続ける未来があったのに。ね。優しさの撃破。まあ、めんどかっただけなんですけどね。さあ、今回は、着衣ロイグだ。着衣ロイグきついんですよ。まあ、単純にブーが強い。まあでも、キング起動を早めにしたいですね。あとはディガーでどれだけ削られるかっちゅう。まあでもこれ、相手大砲も直撃も使って、なんか1コス狙ったんですね。コストちょっと使いすぎですね。で、まあ直撃はもう基本取れねっすね。あれ？痛えな、これ。痛えな。いやー、許容か。コウモリはね、使ってもいいけどね。デリバリーが最強すぎて、攻めでワンチャン使いたいみたいな、とかあるっすね。さあ、こうすると、いやー、いい受けだ、相手の。受けが良すぎる。いやー、ちゃっちゃブー、キング起動したいね。圧着に取りに使うとね、ブーが止まんないので、難しいとこですけど。さあ、ちょっと。ああ、これは美味しいな、マジで。ちょっちゃキング起動したい。いや、ガチで、キング起動さえすれば、もうこっちのもんというかね、全然変わるんでね。いやー、だがしかし、このダメージリードはね、結構苦しい。いや、守ればいいだけだか、こっから。頑張ってくれ。で、あとは、ダメージを追いつくためには、もうディガーミラーしかないです。しかないです。これはガチです。しかないので、やりすぎぐらいで、ぶっ破します。で、さらに、このユーノが、相手受け意外ときついので、いやー、うわ、あー、走れ、バグ。バグやろう。さあさあさあ、いやー、これは、一旦守るか。いやー、でもちょうどいいぐらいの防衛してない？結構ちょうどいいな、今の。いや、これスケ咲いてるの熱いな。いや、痛い。
いやー、これクエイクで行かれる。ちょっと待ってよ。いやー、強すぎる。あーおい、あれー、ちょっと勝てねえな。いやー、マジ圧着黄色い服はいつも負けてたんですよね。いやー、けどやっぱブーがね止まんねえっすね。いやー、だからこのチャンピオン関係かちょっと厄介になっていますね、ガチで。防衛がしょうがないんですけどね、これはもう。この辺はちょっと当たりそうなので、今後ちょっと縛っていきたいかなと思います。ということで、今シーズンはね、ロングシーズンなので、皆さんも一緒にね、トラゲ頑張りましょう。よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。